ユイと橘高葉による音楽ユニット妖精帝国、ヘビーメタル、ゴシック、クラシック、テクノなどが融合した音楽性と独特な世界観を確立し、その集大成ともいえるベストアルバムが完成。妖精帝国を世に広めるためにスタジオに降臨します。はい、今週のゲスト、妖精帝国のユイちゃんです。久方ぶりだな。今日はよろしく頼む。おいおいおいなんか兄さん、いやね、今ね、はい、業界の中でももうすごい話題なんで、はい、いろんなルールがあるらしいよ、妖精帝国。はい、ゆいちゃんって僕言いましたけども、なんか何とお呼びすればいいんですかね。そりゃ最低でも様付けやろ。様なんですか。ゆい様と呼ばれることが多いが、まあ、もしくは殿下だな。殿下、ほら、あの、はい、妖精帝国とは何ぞやと、うん、ね、兄さんも知らないですよ。僕はあの、はい、噂だけ体験してないですね。今日が初体験。あの人間界に来た理由とか、はい、ちょっと聞いてみたい。もう遠藤さん聞いてください。殿下、なんだあの、なんで人間界に来たんですかね。実はだな、妖精帝国は滅亡寸前でた。じゃあ人間界来ない方がいいんじゃないですか。守った方がいいですよ。そのために来たんだが、なぜかというと、うん、妖精を信じる心が少なくなってきたんだな。そうですよ、信じてくださいよ。そなたらは妖精を信じておるか。僕はもう信じてますよ。妖精はいます。では羽が見えるか。え見えます。はいそなたはいい人間だ、うん、カラスみたいですね。そんで何でしたっけ。違う、妖精帝国から、え、何のために進めたまえ。早く進めたまえ。いや、何のために、いやだから何のために来たんでしたっけ。荒廃した人間の心を救うためだ。荒廃って、荒廃っていうのは荒れてこう、あの、荒れ果てた子、うん、あれですね、なんか妖精帝国さんならではのルールがあるということで、はい、なんとファンのことを新民、はい、あ、さっき新民って言ってたのはニュースさん、はい、これですか。そうです。え、ニュースさんすごい知ってるじゃないですか。まあ、いろいろアンテナを張り巡らしてるからね。え、新民なわけですね。僕はもう今日から。ああ、今日から新民、はい、でライブのことになると式典と、んまあね、そんな、殿下わざわざね、こうやってこっち見て話すね。いや、なんか話しづらい。目を見て話したまえ。あのね、遠藤、目を見て話したまえ。僕の知ってる殿下じゃないんですよね。君の知ってる殿下とは何なんだ。さっきまで話してた殿下と違うコロッと変わるわけですね。くだらないことを言うな。くだらないことを言うな。あとですね、はい、妖精帝国さんはなんと8月26日ベストアルバム、その名もゴシックロリータドクトリン。ゴシックロリータドクトリンとは何ぞや。言えてなかったぞ。で、ね、今ゴシックゴリータになってた。お前ゴジータじゃないんだ、まあ、ゴシックロリータドクトリンって何ですか。さっき散々練習していたではないか。本番でこれか。あの、ゴシック何でしたっけ。ゴシックロリータドクトリン、ドクトリンとは何でしょう。ゴシックロリータというのは、まあ、うん、よく聞く言葉であると思う、ね、そうだな、うん、ドクトリンというのは、うん、まあ、教え、教義という意味だな。教義、ゴシックロリータということについて教えていくという意味だ、うんうん、それを広めるために今頑張ってるわけですか。そうだな、今度のアルバムはそれを広めるために。兄さんタッチ、これはだって、いや、もうね、じゃあ、あの、殿下、アルバムの聴きどころを、教えてください。去年、はい、3ヶ月連続リリースというものを行って、はいはい、もう全てにミュージッククリップをつけたんだな、はい、お、すごい。
僕も見ましたね、さっき見ましたね、あのお風呂入ってましたよね。お風呂じゃないんだな、あれは。なんかすごいこう気持ちよさそうに風呂入ってたな。風呂ではない、風呂ではない、あ、違う、風呂ではない、眉の中に自分がいて、はい、でその自分自身に帰っていくという意味で、まあ、あれは用水の一つであったんだな。あ、笑ってない、話を進める気があるのか、その頃は。さて、そういうことですね。あの3ヶ月連続で出したということで、なんかあの電化的に変わりました？妖精帝国の世界観っていうのは、うん、まあ、映像があるとより深く伝わるんではないかと思って。結構あのすごかったよ。手間かかってますね。いや、あのビデオクリップはかなりいいよね。ね、うん、じゃあ、式典、そのライブ、うん、ライブもライブのこと聞きましょう。なんかこう式典のこと、やっぱこう決まりあるんですか？シプレヒコールというのがあってだな、はい、ダスフィンライヒというのだな。これは何語なんでしょう？ドイツ語だ。ドイツ語、ドイツ語で妖精帝国というと。あ、ダスフィンライス、違う、ライクライヒライヒ。あの、え、それをみんなに言わせるってことですか？そうだな。おお、じゃあちょっとここは練習するべき。もうぜひそのたらがいつ式典に参加してもいいように、はい、あ、このシプレヒコールは覚えてる。なんで？え、やるよ。やるんですか？はい、もう一回ダスフィンライフライライフライフ、はい、行くよ。でも私がまあ言うので、じゃあついて、はい、まずこのメロイックサインというものを、これを掲げる。すいません、あの米研げないですよね。お米米はまあ研ぐ専門のものがおるので。ああ、そうですよね。そういう親民がね、米研ぎ親民がいるんで。よろしいか、主婦。主婦。ダスフィンライヒ、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 はい、ダスフィンライヒ、うら、ラッセーラ、え、ラッセーブレーモノ。妖精帝国を侮辱するのか。すいませんでした。でもこれね、やったら、みんなでやったら気持ちよさそうですね。いや、いいね。うん、アンコールの時とかこれ言ったら、もうでもちょっと言いにくいですよね。そうか、うん。まあ覚えたらいいんでしょうけどね。ライブに行く方は、あ、ライブじゃない、式典に行く方は、はい、これをぜひ覚えて参加してほしい。そうだな、うん、ね、僕ね、実はね、一番最初の式典に行ってるんですよ。何、ちょっとだけこう、ちょっとだけこう、すでに新民。そうですよ、僕ね、第一新民、ね、はい、それは知らなかった。ちょっとだけ、ね、お邪魔したことあるんですよ、はい、本当はここだけの話です。まだ妖精帝国の活動が始まったあたり、はい、多分そうですね、かなりその時からね、飛んでましたね。はい、その時ダスフィンライヒやってましたね。その時はやっていた、なんかこうやってやってました。なんか、まあ、基本的に曲の乗り方は全部もうこうだな。もうダスフィンライヒでなくても、はあ、もう体を使ってこういう乗りで式典は行っておる。なかなかね、面白い、面白いって言ってもあれですけど、楽しいなんかね、ライブでしたね。まあ、滅亡がかかってるんでね。はい、それであれだね、式典の最中に、はい、きっと禁止事項もありますよね。そう、絶対やったらあかんこと。あ、わかる。なんで見た。いや、アンコールって言っちゃダメなんでしょ。そうだ、ほら、だって今から今の流れで言ったら、そうでしょ。ほら、あと何ですか。あとはそうだな、サイリウムは好ましくない。あ、今多いからね。あとね、カメラとかダメですよね。それは当然そうだな。あ、そうですね。そんな、妖精帝国さんですけども、初ツアー決定、はい、ツアーやってなかったんですか。ツアーは初めてなんだ。まだこう、そうだな、式典というかこう教えを広めてないわけですね。そうなんだ。今回初めて、うん、まあ、透明班というので、透明班、どんな式典にしていきますか、殿下。そうだな、うん、初のツアーということで、まあ、ようやく東京以外のものに、うん、妖精帝国の力というものを示していけるいい機会なんだな。これは大阪名古屋の新民は、うん、びっくりしますよ。もう多分待ち構えてんじゃん。S の人はちょっとイラっとくるんで。
そうとは限らんぞ、ね、俺はでも両方持ってんねん。あ、M なんですか。いや、時々時々 M。 プライドを捨てれば楽しめる。 あの殿下は S、M どっちですか。考えたこともない。まあ、うちら L なんですけど。あ、サイズのことか。サイズなんですけどね。あ、はい。